味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され長江の木図となってしまいますわ。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずで。窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らん。殿の姿が見えぬのは気がかりだ。今は無事であられると信じるほかない。船に火が。敵はこれを狙っていたのか。だが諸葛亮の策はこれだけのはずだ。みんな落ち着いて炎症を防ぐぞ。郊外殿の策が見抜かれた時は焦ったよ。危うく火がつけられないところだった。なんとか家計は起こせたが予定より規模は小さくなってしまったな。ここにいるのは傷病兵ばかり。前線からは逃れたもののもう動けません。せめて薬になるものが手に入れば彼らを救うこともできるのに。そういえばあそこには薬があるかも。関係ねえ。打ちのめすまでだ。なんだこれ。よくわからないけど持っていこう。なんだこれが目当てか。くれてやるよ。これはいただいてもいいんですか。おいみんなこれで助かるぞ。これで傷病兵たちもみんな撤退できます。ありがとうございます。今はこの喜びをかみしめましょう。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。諸葛亮殿の読み通りここへ参ったか。これ以上は進ませぬ。俺こそが軍神関羽の一の子分周操様だ。親分と一緒の俺はいつもの三倍強いぜ。深く
を取った曹操殿への恩義が我が刃を鈍らせた。いきますよ。笑顔で参りましょう。俺どんだけ役立たずなんだが、帰っても親分に合わせる顔がねえ。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。正解だったよ。味方がチリチリになってしまいました。ですが、置いて逃げるわけにもいきません。味方を一人でも見つけたら教えてください。どうかお願いいたします。曹操軍の兵士がいるはずだ。探せ。まだこんなに戦える奴がいたのか。撤退だ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。ヤブヘビだったな。引け引け。ふう、助かった。ありがてえ。砦の門でお待ちしています。くそ、とんだ邪魔が入った。引き上げるぞ。もうダメかと思いました。ありがとうございます。行きますわ。曹操軍に勝てそうだったのに撃破されるなんて運がない。これぞ天の助け。おかげで命拾いしました。お助けいただきありがとうございます。これで皆と合流できますわ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。救出できる兵はこれで全てでしょう。ありがとうございます。仲間を助け出してくれて。これより我らも撤退先の確保に向かいます。てめえらがここに来るのはお見通しだ。覚悟しやがれ。なんだ、俺らの逃げ道知ってるだが。素晴らしいわ。足止めもできないわ。
また諸葛亮のお駒とかよ。敵を倒せてよかっただよ。一緒に戦う相手がいると心強いだな。誰一人この隙に行かせはしない。長州、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかぬ。何としても敵を倒しこの場を突破せい。行きますわ。見事な働きとな。笑顔で参りますか。ラジオ殿の次なる策に望みを託すしかない。ひとまず難敵は撃退した。しばしここを確保し同胞を守らん。ウリンに逃げ込まれた将軍方も多いようです。探してみてはいかがでしょうか。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。遅れた方がおられるようです。将軍のどなたかではないかと。なんとかお助けできないでしょうか。味方の無事を知れば兵も奮起するでしょう。ああ、お助けを。この騒動で主の姿を見失ってしまいました。実は私、曹操様に仕えているものなのです。このままではどうかお探しください。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。お探しの方ならあちらにおられました。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。先ほどあの辺りでお見かけしました。間違いありません。確かあちらに。曹操軍の要人はどこへ逃げた。居場所を教えれば命は助けてやるぞ。ふざけるな。俺と喋るものが。行きますわ。助かりました。礼を言います。お探しの方はあそこにいるはずです。ようやく味方と合流できたか。皆には苦労をかけたな。わしの方でも味方を何人か確保しておいた。この手勢で撤退を開始する。おい、聞いたか。曹操様が見つかったそうだぞ。ご無事だったのか。これで一安心だな。よし、絶対にここから巻き返してやろうぜ。曹操軍め、逃がしはしないぞ。孫悟の炎で燃やし尽くしてやる。やらせてもらう。千になき兵を追い打つとは美しくありませんね。この杉号がお前を灰にしてやる。行きますわ。燃え上がらせたかった。これで言う
軍の元に駆けつけられますね。早く合流しなくては。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。馬の動きが鈍いな。これから長い逃避行だというの。餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。これだけ集まれば十分だ。早速馬に与えるぞ。馬が調子を取り戻し次第進軍開始だ。急ぎ味方に合流する。動くのも疲れちまったな。おいらここの守りを頑張ることにするぞ。今頃ここを取りに来たのか。遅い遅い、遅すぎるぜ。行きますわ。行きますわ。配信の笑みで終わらせましょう。待ちくたびれて油断しちまうとは。ざーん。伝令、別方面の門を守る敵将を撃破。我が軍優勢です。この日を逃してはなりません。私たちもさらに奮闘いたしましょう。そっち側から来たのかよ。ないって。行きますわ。真剣ですね。猫を噛むってやつか。敵将討ち取りましたわ。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたく筋を通してもらおう。陸戦で曹操軍に一律の長があるのは筋。それを覆せなかったのは自分の不覚だ。戦壁での周囲殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。やはり俺はまだまだ不甲斐ない。周囲殿に習い学も武ももっと励まねば。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱したか。生き延びれば再起も叶う。わしの大敗よ劉備、孫権、この借りは必ずや返してくれよ。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかも、むしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうとも。ふん、あの時と今回では、事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むと。毛徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓のすべてをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。
だが気概だけではことはなせん。まずは国力の回復と戦力の再整備を。うん、士官の言う通りよ。皆各々の再管で体制の立て直しを急いでくれ。